スポーツジャストワンをご覧いただき本当にありがとうございます。この動画の下に皆様の毎日をブラッシュアップしていただける素晴らしい朗報もありますので、どうぞ。大谷翔平、イチローが語った最大級の賛辞、異形の年 2-1。 エンゼルスの大谷翔平23が代打出場するだけでメディアが大騒ぎするほど、全米でその衝撃の二刀流が話題となっているが、スポーツメディアのジアスレチックはカンザスシティに遠征中のマリナーズのイチロー44にその大谷についてのインタビューを行い、イチローが大リーグを熱狂させた17年後、彼は今大谷翔平に異形の念を抱いているという記事を報じた。同記事は、イチローは大リーグに来た過去最高の日本人選手だが、過去最高でいられる時間はそう長くないのかもしれない。大谷翔平は大リーグでデビューして2週間弱で大リーグを完全に変えてしまった。と、大谷がイチローを超える選手になるのではないかという期待感を伝えた。そしてイチローの試合前の準備や練習で大谷翔平が100マイル約161キロを投げ本塁打を打っていたら、人はそれを見て驚くはずだ。そしてそれを試合の中で見ればもう説明も理解もいらない、ただ座ってそれを見ているだけだという声を紹介した。同メディアの記憶に刻まれている17年前にイチローが全米を大谷と同じように驚愕させた瞬間は、2001年4月11日大リーグデビューして8試合目の試合だという。それは偶然にも大谷が2度先発して全米に衝撃を与えたのと同じアスレチックス戦で、同チームは左腕のマーク・ムルラーを先発に立て、スタメンから外れたイチローは0対0で迎えた8回に代打出場。そこでヒットを放ち、チームの3得点につなげた。だが、驚愕の瞬間はそこではなかった。その裏、ライトの守備についたイチローは、ライト前ヒットで一塁から三塁へ進塁しようとした走者を好返球で刺した。ザ・スローこそが驚愕の瞬間だったと記した。北米の野球界は当時イチローに夢中になった。それまではスカウトリポートにも強肩に言及するものがあったが、イチローの能力を疑うものもあった。日本で7年連続で打撃タイトルを取り、守備でも多数のゴールデングラブ賞を受賞していた。母国から渡ってきた先輩たちは野茂英雄に代表されるように大リーグで成功していたが、イチローは日本プロ野球から大リーグに挑戦した初めての野手だった。これだけの成功を収めることをほとんどの人は信じていなかっただろう。と、移籍初年度となる2001年にア・リーグ MVP と新人王を同時受賞、以降球宴20度出場、ゴールドグラブ賞を最初の10シーズンで連続受賞し、大リーグで通算3000本安打を達成してきたイチローの足跡を書き綴った。イチローでさえ1からスタートしたという線を大谷の現状と重ね合わせたのである。みんなの声、イチローが大谷翔平を語りましたね。大谷とメールや電話をする関係とは驚きました。メジャーでもレジェンドとなっている彼が異形の念を抱くなんて最高ですね。いかに大谷のレベルが二刀流でも投打が超一級であるかを物語っています。今後も怪我をしないように初心を貫いて頑張っていただきたいです。二刀流を続ける限り記録は伸びない。だからどちらかに絞れと勧められる。でも一番大事なのはファン。めったに見られない活躍をしてくれる選手はお金を払ってみたい。眼福と言いたい。ファンはワクワクにお金を払いたい。大谷についてはまだどれだけの才能が眠っているのかわからない。怪我なしでこのままいったらどうなるのか考えただけでワクワクする。あのイチローにこれを言わせる大谷はすごすぎる。イチローがかつてある種余興のような感じで大リーグのマウンドに上がり、
1イニングだかだけピッチャーをやった。イチローは全然思い切りは投げてないつもりだった次第した球数じゃないのでなんてことないと思っていたら、次の日体がガチガチになったと。ピッチャーと野手では使っている筋肉が全然違うと分かったと言っていた。それを大谷は両方全力でやって壊れない。日ハムはとんでもない怪物を育てたもんだ。まだまだ比較に値することではないと思う？10年後に語れるならそれは本物。イチローが成し遂げてきたことは収集感で語れるものではない。ただ大谷のスタートとしては前代未聞もこの上ないすごいこと。ぜひとも怪我なく末永く世間を驚かせてほしい。大谷がすごいのはもちろんだけど、年下で自分の日本人で一番の大リーガーという状態や実績をひっくり返されそうな相手に対してこれだけ笑顔で褒められるイチローの懐の深さがすごいと思った。日本の元選手の年配の人は昔はもっと大変だったとか言ってそうなのに、マイナー落とせから今度はイチロー超え、米メディアの極端なノリについていくのは大変、不審になった時が恐ろしい。イチロー超えるってのは単にアジア人ナンバーワンになるんじゃなくてメジャーの大抵の選手を追い越すってこと。大谷本人が野球を楽しみながら二刀流に挑戦する。ファンはその活躍に歓喜する。イチローの記録は偉大だが大谷は記録よりも楽しみたいんじゃないか。二人の天才を比較することにあまり意味はないと思う？イチローって大谷のことすごい好きだよな。タイプは全く違うしあまり関心がないタイプの選手かと思ったけど、純粋に大谷のプレーに惚れたのかな。なんとなく打者としての大谷の活躍を楽しみにしてそう。イチローの記録を破れるのはイチローだけと言われていたが、大谷の記録を破れるのも大谷だけなのではないかと思ってしまう。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。